最後にいつ恋をしましたか？最後に恋？付き合ったんじゃなくて恋ね。じゃあ最後にいつ、あれですね、夜の営みですか？夜の営み最後にやったの？最後？今欲しいものありますか？欲しいもの、あいめっちゃエロい、めっちゃエロい、めっちゃ素晴らしいです。そう、素晴らしい。もっと喜んでもらってこの企画は、あの高島ママに50の質問コーナーやっちゃうよ、イエーイ。50の質問ということで、今日はミラクルボンバーのスタッフさんに質問をいろいろしてもらいたいと思います、イエーイ。50の質問だよ、イエーイ。ちょっと、もうちょっと上げてやってくれる、悪いけど。そう、上げてこ、上げてこ、はい、どんどんやっていきましょう、イエーイ、スタート。じゃあ一つ目、本名でございます。いやー濡れた。はい、じゃあ次、年齢は46ちゃん。おじげーでーす。おじげー、おじげー。はい、出身地茨城県。茨城県だっぺよ、だっぺよ。茨城県だっぺよ。いつからゲイですか？いつからゲイ、生まれた時からです。先天性ゲイです。扱い方は大型。大型、うん、大型、何にも考えてない大型。わかりやすい、わかりやすい。はい、兄弟は3人兄弟の3男でございます。末っ子ですね、末っ子っぽいでしょ。嫌いな男性のタイプは？嫌いな男性のタイプ、なんか僕の周りに優しくできない人嫌い。なんか自慢する人とか苦手かも。今彼氏はいるんですか？彼氏ね、いたらさ、毎日一人で YouTube 撮んないよ。ですよね。好きなスポーツ？好きなスポーツ、これ長くなっちゃうんだけど、僕浅田真央ちゃんが大好きすぎて、フィギュアが好きで、僕バンクーバーオリンピックまで見に行ったの。真央ちゃん大好き、フィギュアです。よろしくです。はい、よろしくです。じゃあ最後にいつ恋をしましたか？最後に恋？付き合ったんじゃなくて恋ね。ね、5年ぐらい前かな、5年ぐらい前だけど、うまくいかなかったよ。じゃあ最後にいつ、あれですね、夜の営みですか？夜の営み最後にやったの？最後？最後、去年のね、9月の下旬、約1年ですね。閉経してます。ご無沙汰でございます。ご無沙汰です。誰か募集中です。好きな芸能人は？好きな芸能人、芸能人はもうテレビ見ないからな。でね、20年前の井上康生選手。ああ、はい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 、20年前。じゃあ好きな食べ物は？好きな食べ物、韓国料理。わかります。辛いもの。韓国料理、そうですよね。そう、尊敬する人？尊敬する人、お母さん。そう、うちのお母さんはもう料理もうまくて、掃除もちゃんとして、そう、すごい我慢強い人で、お母さん尊敬してます。なんか性格はお母さんにそっくりらしいです。イエーイ。じゃあ好きなタイプはどんな？好きなタイプ、タイプはとりあえず一人、最近気づいたんだけど、ちっちゃい子、じゃがいも、猿顔。どこなところにキュンとする？なんか車運転してる時に、なんか男っぽかったりされたりするとキュンとする。女ね。そうなんだ。なんかこうバックとかしてる時にこうやったりとかするとちょっとキュンとくる。うん、あとお尻、なんかね、お尻がね、ムチッとした人が好き。あ、猫だのに。はい。初恋はいつ？18、初恋、初彼氏でございました。初彼氏、18、はい、はい、今欲しいものありますか？欲しいものない。あいー、あいー。最近ハマってること？ YouTube。 YouTube 頑張ってください、 YouTuber。 おめえもな、手伝えよ。じゃあ尊敬するゲイ？ヨヨッシーっていう昔あったお店のゲイバーの広島ママでございます。はい、ちょっとうるさいけどな。ママは告白するタイプですか？追いかけるタイプ。あ、追いかけるタイプ。うん、告白されても好きになれない。ああ、なるほど、はい、はい、じゃあもう自分でグイグイ行く。
だけど最近やり方忘れたよ。声の出し方教えてちょうだい。じゃあ抱かれたい芸能人は、抱かれたい芸能人、抱かれたい芸能人、でも市原隼人とかとやってみたい。どうでママってポジションは男性役女性役はどちらなんですか。猫に決まってんでしょ、どう見ても。女性役ですね。女性役です。もうどう見ても猫でしょ。そう、私の DNA の中に腰を振るあの DNA はありません。物を入れる DNA はありません。はい、次。何口ですか。口口口やだ、言っていいのこれ、大丈夫。はい、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 経験人数は、あ、言えない。聞かれる。P 入れてくれる。 P ね、いや、 P ね、 P ね、2以上、イエーイ。素晴らしい。次行きたい国は、韓国。韓国一周旅行 YouTube 撮るよ。そう、身回りで一周旅行撮るよ YouTube で、行けるようになったら。今まで行った国の中でつまらなかった国とかあります？グアム。グアム、つまんない、超つまんない。沖縄の方が楽しい。じゃあもう一回行ってみたい国は、イビザ。イビザ、イビザ、もう一回行きたい、あそこ綺麗。そう、イビザの写真この辺に貼っときますね。おしゃれですね。おしゃれ。好きな国は、韓国対、フランスの田舎。あー、先生ワイン好きでいろいろ行ってましたね。そう、ワイナリーツアーが大好きで、この間は忘れちゃった。そう、行ったの。はい。休みの日は何してますか。休みの日は YouTube 撮るか、女の子と新大久保で鍋つっついて魔女会議してまーす。趣味は今のところ YouTube。 ゲイで得したこと、男社会に入んなくても済むこと。あー、ごめんなさいって言えば、お金の特権、ごめんなさい、分かんなかったって言ったら許される。カミングアウトをしてますか。してます。っていうかバレてます。見てバレてます。はい。 YouTube 始めた理由は、携帯でできるって言ったからやってみただけ。でも頑張ってるよ。 YouTube やってる自分へ一言、頑張れよたかし。今後 YouTube でやりたいことは、韓国一周旅行、あとタイからラオスにバスで行って YouTube 撮りたいです。ラオスとかこうあの辺こうバス旅行、普段さ東京にいるとさバスも電車も乗らないじゃん、職場そこだから。だからタクシー絶対使わないでバスとなんか電車でタイとかあの辺を回ってみたいです。はい、はい。人生やり直せたら何してる。ゲイバーのママ。ね、やっぱりもう一度。そう、もう一度。好きな人。でもさ、僕さ、嫌いな人はいないじゃん。好きな人はいっぱいいるけど、嫌いになることがあんまないから、僕の周りにいる人。次の質問、嫌いな人だったんですけど、嫌いな人はいないですね。嫌いな人はいない。ただ、会うか会わないかは自分で決めない、みんな。そうですね。嫌いな人はあんまりいない。はい、唯一言ったら、どっかのママ。高橋さん自身はエロいですか。めっちゃエロい。めっちゃエロい。めっちゃエロい。もう1年間やってないけど、めっちゃエロい。超ご期待。超ご期待。どうや。知らんですか。知らんではないけど、寝ちゃう。10年前の自分にアドバイス。もっと貯金しとけばよかった。じゃあこれからカミングアウトするゲイの方々に、ゲイ、まあ LGBT の方ですね。はい、もう分かってるよ家族、大丈夫だよ。みんな分かってるよ、もう親は敏感だからね。だって僕言った時、今更って言われたからね。10年後何してると思いますか。10年後ミラクルボンバーのママやってまーす。56歳、元気で頑張りたいと思います。自分の性格、好きなとこと嫌いなとこ教えてください。好きなとこさっぱり、適当、嫌いなとこ漢字読めない、英語読めない、おもる、面白くない。大切なものあります。なんかやっぱり家族と一緒に働いてるメンバーかなー。あー、そう、素晴らしいです。そう、素晴らしい。もっと喜んでもらってもいい。ありがとうございます。もうちょっと喜んでもらってもいいよ。本当に過去に戻るならいつ。今でいい。戻りたくない。戻る必要ない。戻る必要ない。今でいい。じゃあ最後に一言よろしくお願いします。最後に一言、もう YouTube 頑張っていくので皆さん応援してください。あとミラクルボンバーも20周年です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
新宿二条目ミラクルボンバー高島麻衣の50の質問だったよ。あとインスタグラムの方もご覧になってくるんでよろしくお願いします。これからいろいろコラボレーションやっていくのでごきょうご期待。